そして人生は続くは、アッパス・キアロスタミ監督による1991年のイラン映画である。1992年カンヌ国際映画祭のある視点部門で上映された。3万人以上が死亡した1990年イラン自身の後、キアロスタミは前作、友達のうちはどこの出演者の安否確認のため現地を訪れた。 この映画はこれらの事実に基づいたセミフィクションでありドキュメンタリー形式で撮影された。地震の余波にあるその国中を旅するある監督が映画に登場する。ある映画監督と彼の息子はコケールへの旅に出た。その村は映画、友達のうちはどこの半分が撮影された場所である。映画の前半で彼らは村に着くことのできる道路を探そうとしている。 地震発生後に道のほとんどが崩壊したか塞がっている。そのうちに彼らはいくつかの崩壊した地区を通って小道を行き、時に目的地の行き方を尋ねた。何回かルートを変更してから彼らはようやく映画の舞台となる村々の一つにつき、彼らは前作の出演者の一人を尋ねて彼の近所にしばらく滞在した。 父親と息子は崩壊した村を訪れ生存者から詳しく話を聞いた。生存者の中のある若い夫婦はその自信で身内をなくし、それでも結婚しようと決めた。死は二人の終焉を予見しなかったので、二人は生きて結婚することを選んだと話した。この夫婦の場面は、コケールトリロジーの第三作、オリーブの林を抜けての焦点となっている。 その後彼らはその映画に出演した子供たちの一人を見つけ、彼をコケールで家を失ったほとんどの人々が滞在しているテント村に連れて行った。監督の息子は他の子供たちとサッカーワールドカップの決勝戦を見ようと思い、彼の父親は彼をその場所へ置いて行き後で迎えに来ることにした。彼はそこで地震の犠牲になった人々と話し合い、 人々が持つ生命と共に動かしている精神を発見して驚愕した。監督はどうにか彼の車で街に向かい、彼はタンクを運ぶ男を通り過ぎて丘を登っていき、エンジンが加熱になり、運転ができなくなった。そのタンクを運ぶ男はエンジンを再始動する手助けをして、それから彼は出発したように見え、男の方は丘を歩いて登っていった。 監督の車は再び丘を登ろうとする前に、数メートル進んだ後、監督はタンクの男を乗せた。この場面で映画は幕を閉じる。そして人生は続くは、コケールトリロジーの第2作であり、その第1作はフィクションの一編として描かれ、主人公が探す出演者たちがそこに出ている。 続く三部作の第二作は、オリーブの林を抜けての中のフィクションの一編として描かれている。オリーブの林を抜けての物語はこの映画のワンシーンを演じる出演者に焦点を合わせている。それぞれの映画はより高い現実にジャンプするようである。そこでは、前作がフィクションとして描かれ、そのため映画制作者の彼自身は第三作と第二作で、 フィクションになっている。ありがとうございます。